こんにちは、グラデート池田敦史です。あ、ブンブン、お願いします。お願いします。お願いします。じゃあ今日カブキンさんの髪の毛も、はい、すごいお金かかってるこの髪の毛に、はいはいはい、この4万5000円のヘアアイロン、はい、もう180ドル、6万円オーバーですもんね、今この。これもう6万円ぐらい使ってます。はい、まあ、詳しくは僕の動画に載ってるんですけど。そう、見てください、はいはい、この180度でどんぐらい当て続けたら、はい、怒るのか。いや、もう怒ってます。あ、すいません、もう怒ってます。企画間違えました。企画違うんで、それはマジで怒ります。それはびっくりしました。この4万5000円のアイロンがどんだけすごいのかみたいな検証したいと思います。まあ、なんかわかんないですけど、このアイロンのがどんだけすごいかを試すっていうことです。試します。はい、僕の髪が6万とかどうでもいいですよね。そんなのどうでもいいんです。そこじゃないですよね。はい色が飛べば、はい、このアイロンの負けで。あ、なるほど。安いアイロンだと色が飛んでしまうと。安いアイロンだと、はい、すぐブリーチした髪にやると色、はい、消えちゃうんですよ。普通やっちゃいけないですね。じゃあやんない方がいいんです。それをまあ6万円かけた感じの頭にやるから、はい、面白いから。いや僕だってしかもやってもらったのに僕がやったのに。はい、アトシさんも複雑じゃないですか、はい、僕が実験するっていう、はい、なるほど。じゃあまあしょうがないですね、それは。はい、よろしくお願いします。 OK です、お願いします。何が違うんですか、やっぱ4万5000円の。なんかバイオプログラミングっていうのがあるらしい。あー、なんか根拠のなさそうなやつじゃないですか、はい、それまたマイナスみたいな怪しいやつなんですけど、はい、めちゃくちゃ湯気出てますね。え、普通出ないですか、大丈夫ですか。はい。え、まあ、なんで怖いやばいっすね、やばいっすね。すげえ、でもなんかサラサラっすね。正直、今日来る前より髪質が今良くなってる、はい、僕もそう思います。3回ブリーチしましたよね。3回しました。どう僕が聞きたいです。どうですかどうですか、はい、どうですかね。いや、どうですかね。ツヤが全然はい、今どっち側で話せばいいんですか。僕アイロンがすごいって話なのか僕もこれをすごいお金かけたからどっちも負けないですねっていう話。どっちもすごいから、はい、なんとも言えないんですけど、はい、まあ、今回アイロンのまあ何がすごいかって、はい、そんなにお金をかけた髪の毛にアイロンさせてくれる髪の毛が一番。いや違いますよ。僕全然多分分かってないんで何が起きるか。それだけですよ。普通やっちゃいけないんですね、アイロンって。普通はあんまり。ああ、だからその知識が180度もするんですか。180度でやってます。やっぱどうっすか。いや、だからどうっすかは僕が聞きたいんですよ。アイロンめっちゃ良くない、はい、アイロンもめっちゃいいですし、だから僕もめっちゃいいですし、はい、カラーもめっちゃいい。だからもう全てマッチしますね、はい、ありがとうございます、はい、このアイロンを選んだ僕が、はい、アイロンを選んだ。アイロンを選んだ。検証結果は、はい、よくわからないよね。色すぎて。でも色が飛ばないっていうのはめちゃくちゃ。それ大事ですよ。そこもう一回言っといた方がいいんじゃないですか。このアイロン使うと、はい、まあ、ハイトーンの髪の毛でも色が変わりません。このアイロン、はい、興味ある人は連絡してください。いくらでしたっけ。4万5000円プラス税。ちょい高なんですよね、それが。そうですね。そこが、もうやっぱ、もうプロ仕様みたいな。まあ、ただあれですね、その、こういう、ちょっと派手な髪色の人とかは、これ使った方がいいと思う、はい、色持ちが良くなります。なるほど。そういうの知りたかったです。ただ最終的に、今僕どんな髪型に向かってってるんですか。いや、それはちょっと待って、それが一番怒ります、僕。こんな感じでアイロン終わりました。もうなんかカメラ越しに分かるこのツヤツヤ加減。まあこういう感じで色も変わらずツヤがめちゃくちゃ増すっていう感じなんで、まあこっちの勝ちですかね。ヘアビューロンの勝ちでした。ありがとうございました。ありがとうございました。